はい、こんにちは。お出かけするときにはいつも車椅子、ゆきちゃん先輩です。ということでですね、今日はですね、いつもと言い方を変えてみたんですけども、まあね、今日は雑談というかゆるゆるな感じの動画でございます。大体から言うと、いつも僕、先ほどもね、さっき冒頭で言った、お出かけするときはいつも車椅子ということをさっき言ったんですけども、今回ね、これなんですよ。何年くらい前かな、一回これね、作って試してみたっていう動画を、結構前、1年以上前だと思うんですよ。1年とか1年半ぐらい前に出してるんですよね。うん、その時に一回これね、買ったよっていうことは言ったんですよ。買ったんだよね。作ってもらったというか、買った、オーダーとまではいかないけど、こういうのを作ったというか買ったってよっていう動画を上げたんですよ。その時は他の、なんていうのかな、使っていた、その当時使ってたものがまだあったので、これ一度なんつうのか使ってみたっていうことはやったんだけども、フルではやってなかったんですよ。メインはそっちの前使ってた方を使ってたんですよね。で、それがダメになって、これをフルに使うようになったんですよ。これをフルに使うようになって1年ちょっとかな、1年ちょっとぐらいだと思うんですよ。1年ちょっとだと思う。1年経つか経たないか、ちょっとね、計算してないんで分かんないんですけども、使ってみたんですよね。で、これは基本こっち側にね、ちょっとごめんね、ここ黒くなってね、ゴムが貼られてるんですよ、生ゴムが。で、これは頼むと、こういった感じで、まあショートとロングっていうのがあって、僕の場合ロングのやつを使ってるんですけど、このゴム、生ゴムのところに接着で止めた周りにね、ここ縫われてるんですよ。うん、で縫われてて、これで頼むと大体1週間以内ぐらいで大体来てくれるんですよね。うん、なんだけど、これになんつうの、オプションっていう形で、なんていうのかな、例えばこれ、まあ生ゴムを接着でくっつけた後に周りだけ縫われてるんですけど、これオプションでこの中側まで、なんていうのかな、縫ってもらえるんですよ、オプションで。うん、そうするとより丈夫になる。この接着をつけて、外だけの縫いだと、この中側が縫われてないんで、接着がね、なんか剥がれてきて、今もそうなんだけど、わかるかな、これ。こっちの方がわかるかな、ここ。わかる？わかんないかな、ここね、ちょっと浮いてるんですよ。で、内側も結構パコパコで、接着が剥がれてきちゃうんですよ。それを防ぐのに、内側まで、中の方まで、縫っていただくと、縫ってもらうと、それがなりにくい。まあ、仮に粘着が剥がれても縫われてるから、パコパコしないっていうことみたいなんですよ。でもそれはとりあえずやんないで、とりあえずこれ一回、このままの状態、何もしてないような状態で使ってみようっていうことで一個作ったんですよね。うん。それからまあ一年、ちょっとさっき言ったね、1年ちょっとだったんですけども、大体こういうのって1年から1年半前後、1年ちょっと、1年半から1年、早いと1年とか1年切るぐらいの勢いでフルに使う人はね、あとはまあその使用頻度、出かける使用頻度にもよるんだと思うんですけども、僕もそうですね、大体1年ちょっと、1年半までは持たなかったね。もうね、かなり使ってる、その常にこう押さえてるところが、自分で押さえてるところが一番消耗するんですよ。こう押さえて、車椅子のこの操作、自走すると、この押さえてる、このなんていうのかな、こうあったとしたら、こう押さえてるところが一番すり減るんですけど、そこがだいぶ薄くなってきて、そろそろ頼まないと、まあ、まずいかなと。はい、サイズはね、 SML ってあって、僕これ S タイプなんですよ。これ、ね、僕ね、この手なんですけども、見る画面ではちょっとね、画像的には分かんないかもしれないんですけど、結構小さいんですよ。大きくなくて小さくて、で S にしたんですよね、最初で S でいけるかなと思って行ったんです。最初はね、良かったんだけど、これね、この黒い部分が革なんですよ。革だから、最初はね、なんかね、ちょっと微妙に緩いような気もするけど、まあ大丈夫かなと思ったんだけど、この革って使ってれば使ってるほど、この手に馴染んでくるんですよね。そしたらなんかより、なんかブカブカっていうか緩くなってきちゃって、僕のこの車椅子の担当してる担当者さん、うん、
担当者さんに聞いたら SS ってあるのって聞いたんですよ。そしたら SS はないって言われて、 SML の3種類だけだよって言われて、でその S よりも小さいサイズにする場合っていうのはもう全部のこの手の大きさのやつを測定をかけて自分こう測ってメジャーかなんかで測ってそれを数値にしてオーダーで作ってもらわない限りはできないよと。 SML 以外のサイズは基本は全部サイズ測りでやらないとさないとダメだよって言われちゃったんで、まあじゃあとりあえず S でいいかっていうことで S で使ってたんですよね。で今回もそれでいこうかなと思います。もうねだいぶあれなので、とりあえずこれを使いながらもう一個頼みたいと思います。これね、中のゴムだけ張り替えができるんですよ。張り替えができるんだけど、張り替えをに出しちゃうと替えがないので、まず替えとなるものを1個作ると思うので、それを作って出来上がり次第この中のゴムの張り替えをこれをしようかなと思ってて、でね、まだこれから電話するんですけど、今日ね電話しようと思ってて、今日ねだから電話してもやっぱり今回はこのなんつう粘着で接着で貼られて外だけの縫いではなくて、オプションで中側も縫ってもらおうかなと。あとは外側ここもこうマジックになってるんですけど、ちょっとごめんなさいお待たせしました、剥がれた。マジックになってるんですけど、ここね何もなってないんですよ。でね、これここになんか紐だか輪っかだかなんかつけられるんですよね、オプションで。うん、でそうじゃないとビリビリビリって剥がすんだけど、マジックでなんつうの、この指先の力もないから結構ねきつい時が、大変な時があるんですよ。だからそういう時に輪っかとか紐みたいなのがくっついてるとそこに指を引っ掛けてビッて出すこともできるし、最悪の場合なんていうのかな、口でこうはうってかじってというか、口でふって押さえるっていうのかな、はうってこうやってなんかうまくできないね、はうってやってビリビリってできるんですよ、口で。だからまあここにもちょっとオプションでつけようかなということなので、1箇所2箇所でオプションで新たに余分に普通のとは違ってオーダーでかけるので 2,3 週間は多分かかると思うんですよね。だからその 2,3 週間経つんで、 2,3 週間経っ、なんつうの、 2,3 週間時間かかっちゃうから、ちょっとなんつうのかな、これがダメになるのを予想して遡って 2,3 週間遡って出しとかないとこっちがダメになっちゃうんで、まあそろそろね今日あたりかけようかなと思ってるんですよ。はい。でね、だからね、何が言いたいかというと、それをねついにボロボロになっちゃうから変えるよっていう話ですよ。でとりあえず変えたらまたね、今回こんな風にやったんだよっていうのをね見せられたら見せたいなと思います。で多分上がってきたら多分すぐこれ出しちゃうと思うんですよ。何回も来てもらうことを考えると、おそらくは来たらすぐそれを受け取って、じゃあこっちお願いしますって感じだから、おそらくはその新しく作ったものと今まで使ってたものをこの見比べっていうのがもしかするとできないかもしれないんですけども、まあね1週間じゃない 2,3 週間かかるっていうことなので、そろそろ動かないとね、この手袋やばいぞということですよ。はい。やっぱね1年やっぱ消耗って激しいね。どうしてもこう握ることができなくて、このところピタッてくっつけ、この状態でなんていうのかな、押さえてちょっとブレーキかけてみたりこう操作するんで、どうしてもここの部分がねやっぱ生ゴムだからすり減るんだなって、かなり消耗は激しいんだなと。リムの方もねコーティングかかってるんですけど、そっちの方もやっぱりお互いの摩擦で擦れるんは擦れるんですよ。ただねやっぱり生ゴムほど擦れてないみたいで、そっちの方はまだ平気なんだけど、今回ね手袋をもう一個作ろうというお話ですよ。はい。まあね出来上がった時にはこんな感じで今回したよという形でまた見せられればなと先ほどもね言ったけど思います。はい。ということでですね、まあね今日はねもう雑談に雑談っていうことでですね、ゆるゆるにゆるゆるっていう感じなんですけども、なんつうの、手袋がかなりもうすり減って消耗しちゃったんで、新たに新しいの1個作って
あのこれもまたね張り替えるためにね、あのもう一個プラスしといて、こう今度はね新しいのが来たら、今度はなんていうのかな、こっちがダメになったらこう取っかえ引っかえできるんですよ。しばらくこのやつも使え、外側は使えて、このゴムだけの張り替えで済むので、まあね、あの特化引っかやるためにもう一個作るんだよっていう話でした。あの来たらまた動画にできたらやりたいなと思います。はい。やっぱ1年だね。まあ今度はねこの動画にあのデータが残ってるから、実際にどれぐらいの感じで消耗したのかってわかるよね。だいたいあとの遡ればね、今度はこれでわかるよね。多分ね。うん、ということでですね、今日はね雑談動画でしたけども、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。ということでですね、また次回の動画でお会いいたしましょう。それではまたね、バイバーイ。